皆さんはミッチェル・ゴベアのトレードはすべきだと思いますか？出せなくね？出せるんか？そもそも。出せたとしても一人じゃない？そんな都合よくドノバンもゴベアも出せるんかな？相当よ、それ。例えばマブスがゴベア取るってなっても誰出すんだろう？ドワイト・パウエルと再契約したブランソンは絶対出すでしょ？サラリー合わせで。それに加えてフィニー・スミスとかも出すのかな？フィニー・スミス、ブランソン、ドワイト・パウエルでゴベア。大丈夫なのか、それ。まあ、ドノバン・ミッチェル欲しいチームはあるだろうけど、でも大体どこもやっぱいいガード揃ってるからな。トレイ・ヤングいるのにミッチェル取らないでしょ？ドンチッチいるのにミッチェル取らないでしょ？あとどこ？クリス・ポールいるでしょ？カリーいるでしょ？シクサーズはハーデンいるでしょ？まあハーデン放出してドノバン・ミッチェルって可能性はなくはないけど、ガード足りてないとこなんて、まあドリュー・ホリデー。ドリュー・ホリデーもまあいい選手だけど、レイカーズはまあ AD か。AD とドノバン・ミッチェルトレード？がついけどでもありそうだな。でもまあ何にせよレイカーズが足元見られるのは変わりないからな、多分。AD だけじゃ出さないでしょ、ドノバン・ミッチェル。1巡目つけろって言うだろうけど。でもその1巡目も2027年とかでしょ。そんな価値高いわけじゃないしね。三角トレードとかにしないと難しそうだよね。まあ、ウィザーズね。アブディアーとか、ハチムラーとか、クズマ、ブラッドリー・ビールとドノバン・ミッチェルならまだまだ。ワンチャンありそう。確かに。ただ、ゴベアがいる限り、ギャフォードをゴベアの控えとして使うっていう可能性はあるな。ホワイトサイド取ってるんだから。ホワイトサイドをもう来年使わない体で、ホワイトサイドの上位互換としてギャフォードを獲得して。で、クズマ、ギャフォード、アブディア、ハチムラ。めちゃめちゃやん。なんでもありんです。ドノバン出すってことは再建するということでしょう。いや、でも、ゴベアとコンリーが、やろうと思えばやり続けれるよ、来年も。ボヤン・ボグダノビッチもいるし、優勝は無理だけど、プレーオフ食い込む体力は残ってるから、簡単に再建と言えない感じもするんよ。それはゴベアも出せればね、もう完全に再建なんだろうけど。結局、だってブレイザーズだって再建かなって言われつつも、プレーオフ行けそうな体力残ってるじゃん。リラードも来年、ちゃんと戻ってきて、で、サイモンズもあそこまで活躍してってなると。で、来年すげえ柔軟性増えてるから、まあ、ヌルキッチと再契約してもいいし、ヌルキッチをもう見捨てて補強に走ってもいいし。だやっぱり、地方のチームが簡単に再建っていうのはね、なかなか言いづらいよね。一度再建に走ると、本当に永遠再建してる可能性あるから。もうガチャやんね。ドラフトのガチャ当たるかどうかだから。当たんなかったら永遠再建だし。まあもちろん指名権をもらいつつね。もちろん指名権はもらうんだけど、ただ余力をね。それこそ AD とか取れれば全然プレーオフいけるじゃん。AD、ゴベア、マイク・コンリーとかだったら、プレーオフは狙えると思うから、それをしつつ指名権を獲得するのか。まあどうなんでしょうね。お疲れ様です。じゃあねー。